例えば NFL 日本社会人アメリカンフットボール協会主催 X3 部2020 X2 ウエスト秋季プロビュー戦、本日の第3試合、大阪ガススカウト対ゴールデンファイターズの試合を行います。ただいまグラウンド中央では両チームのキャプテン審判団によりまして試合前のセレモニーコイントスが行われています。コイントスでキックオフを取ったチームが自分の35ヤード地点からのキックでゲームがスタートします。メインスタンドイエローのユニフォームが大阪ガススカンクス、バックスタンドホワイトのユニフォームがゴールデンファイターズです。ただいま場内放送がありました通り、黄色のユニフォームが大阪ガススカンクス、白のユニフォームがゴールデンファイターズコイントスはイエローのユニフォーム大阪ガススカンクスが取った模様です。大阪ガススカンクス後半のチョイス、大阪ガススカンクスは後半をチョイスしました。コイントスは大阪ガスが取りましたが選択権は後半を選んでおります。ポイント数の結果、ホワイトのユニフォーム、ゴールデンファイターズのレシーブ、イエローのユニフォームを大阪ガススカンクスのキックオフで試合が開始されます。なお、本日1クォーター12分、1クォーター12分の正式ページで行います。それではここで、アメリカンフットボールのゲームの仕組みをご紹介いたします。アメリカンフットボールは、一言で言えば陣取り合戦です。両チームは攻撃チームと守備チームに分かれます。攻撃チームは、はい、ただいま場内放送にありましたので4回の攻撃で10ヤードの攻撃をするのに最後の4回の攻撃権を得ている。大阪ガススカンクス陣35ヤード地点にボールがセットされました。大阪ガススカンクスのキックオフで試合開始です。キッカーの3番バイスキャプテン高森良介選手がキッカーになります。イエローのユニフォーム大阪ガススカンクスキッカー3番高森良介選手のキックオフで試合開始。このキックオフボールをホワイトのユニフォームゴールデンファイターズリターナー7番木俣達郎選手10ヤードのリターン。ショットガンからの体勢パス、これはパス失敗です。パスインコンプリート、パスは失敗です。してしまいました。ゴールデンファイターズクォーターバック10番吉村龍太郎選手パスを投じましたが不成功。アメリカフットボールパスが失敗しますとダウンが1つ進みボールは前のダウンの位置へ戻ります。ゴールデンファイターズセカンドダウン。場内放送にはありました通りパスが失敗したときはダウンが進んで元の場所よりプレーがスタートします。ナイスタックル大阪ガススカンクス。ディフェンスライン99番川本直人選手タックルしました。ロスタックルとなっております。6ヤードロス、後ろに下げています。ゴールデンファイターズサードダウン。本日のですね、私の解説の方では事前にチームの情報をいただいております。先ほど高橋さん99番川本選手はですね週に新週と休日の過ごし方を2日後を直すことです。おっとここでロングパスが失敗。パスインコンプリート、パスが不成功。まず8番
ファイターズロングパスを投じましたが、ここは大阪ガススタンスディフェンスバックがカバーしていました。24番大阪ガススタンス渡辺正人選手、ナイスカバーです。趣味は散歩、好きな女性のためにショートヘアということで情報をいただいております。4回の攻撃で、陣地を挽回するためにゴールデンファイターズはここで、パンと選択。パントがそのままサイドリーグ、ここで攻守交代、その場所から、大阪ウルフスサンスを、攻守交代で攻撃する形になります。自陣28ヤード、大阪ウルフスサンス自陣28ヤードより連発点となります。攻撃権はイエローメンヘルム、オートベガススカンクス、自陣28ヤード付近よりファーストダウン10。さあ、アップレーメン、奥に3人で芝を構えた、ショットガンタイム。パス成功、大阪ガススタンス、クォーターバック18番、岡勇選手、パスを投じまして、パス成功、ゲインは4ヤード、ボールをキャッチしたのは、ワイドレシーバー4番、中川大輝選手、大阪ガススタンス、セカンドダウン。少し打つワイドレシーバーということで、ビッグプレーメーカーであるということを、大阪ガススタンクスに情報としていただいております。スカンダー6、大阪ガスショットガンからの 2×2 レシーバー、ランニングワーク9番へ、ハンドオフ、そのままサイドに出て、大阪ガススタンクスファーストダウン、新たな攻撃で4回を獲得しました。ランニングワーク9番、下崎俊博選手、ボールを持ちまして左を越え展開、ゲインは7ヤード。攻撃権は引き続きイエローのユニフォーム、大阪ガススタンクス、自陣39ヤード付近よりファーストダウン10。クォーターバック18番岡勇選手から4番ワイドレシーバー中川大輝選手へのパスが成功しています。ゲインは5ヤード。なおこのですね、5ヤード前進しています。スタッフワーク岡選手、鬼滅の刃の夢中になりすぎて自宅でコスプレをしているというか、チームから誰かなラインの強力なブロックもあり、ゲインは7ヤード。大阪ガススタンクス敵陣に入りまして、敵陣49ヤード付近よりファーストダウン10。敵陣49ヤードよりファーストダウン10。コントロールはこのように10ヤードを、毎回更新していくことで4回の攻撃点を得ることが可能です。フィニッシュ、ゴールデンファイターズ、ゴールデンファイターディフェンスにビッグプレーが出ました。29番ラインバッカー福西翔太選手、キュービーサー5ヤードの後ろに下げています。大阪ガススカンクスセカンドダウン。29番フィニッシュ選手はですね、ゴールデンファイターズフィニッシュ選手は体操教室でバク転の練習中だそうです。この
番に変わっているです。大阪ガススタンス、コカロック10番、大黒雄也選手。迫り来るタックルを巧みなステップでかわし、16点をつきましたが、しかし、ゴールデンファイターズのディフェンス陣の集まりの方が早くローゲイン。ダウンは進み、サードダウン。さあ、サードダウン14といったところでしょうか、大阪ガススタンス。パス成功。コーターバック18番岡選手からワイドレシーバー9番篠崎選手へのパスが成功しています。ゲインは11ヤード。しかしファウルマーカー反則が発生している模様です。アメリカンフットボールでは反則が発生しますと審判台に黄色いファウルマーカーが投じられます。ちょうどイモーションもありました通り、アメリカンフットボールでは、まあ、サッカーのイエローファウルの形でイエローフラッグが出ます。リローザウエストという反則がありました。腰から下に対しブロックを打ったという反則です。非常に危険なプレーになります。パーソナルファールとなっています。しかしこの反則を取りません。ダウンが進みフォースダウンになります。ここで攻撃権が入れ替わります。大阪ガススタンクス、フォースダウンの攻撃はパンター3番高森良介選手のパントで攻撃権を放棄、陣地を挽回しています。攻撃権を放棄していますので、攻撃権はホワイトのユニフォームゴールデンファイターズに移ります。ゴールデンファイターズ自陣23ヤード付近よりファーストダウン点、4回の攻撃権のうちの1回目の攻撃です。ゴールデンファイターズファーストダウン点、パスインコンプリート、パスは失敗です。ゴールデンファイターズクォーターバック10番吉村選手、パスを通りましたが不成功。ダウンが進み、ボールは前のダウンの位置へ戻されます。ゴールデンファイターズにセカンドダウン、時事23ヤード付近にセカンドダウン、パス狙うのか、パスインコンプリート、パスは失敗です。ウォーターブレイクを入れます。ここで審判団によりますレフリータイムアウトです。ウォータータイムアウト、両チームの選手は給水をしてください。今シーズンコロナウイルス対応のために選手はフェイスシールドをしてプレーをしております。フェイスシールドは非常に熱がこもりますので、熱中症予防のためにウォータータイムアウトが取られています。
場内アナウンスにもありました通り、3リーグに限らず学生も同じくですね、コロナ感染が強防のために、コロナ感染強防のためにですね、フェイスシールドというのを口元のフェイスの部分につけております。そのため、熱がこもってしまう、熱中症等を起こすリスクがあるため、このようにですね、1クォーターの、半分、クォーター前の半分の時間で、水分補給を行っております。まあ、私どものですね、月曜からアメフトの方でもですね、フェイスシールドがつけることによってどれだけ苦しいかという検証してみたことがあるので、ぜひそちらも見ていただければと思います。さあ、サーバーデンサポーター、ゴールデンファイターズクォーターバック10番吉村選手、右からボールを持ち中央付近をつきました。タックルしたのは大阪ガススカンクス56番ディフェンスライン吉田佐藤選手、ゲインは2ヤード。ゴールデンファイターズフォースダウン、4回目の攻撃です。選手のパンとで攻撃権を放棄しています。攻撃権もイエローのユニフォーム大阪ガススタンクスに移ります。大阪ガススタンクス自陣39ヤード付近よりファーストダウン10の攻撃。大阪ガススタンクスランニングバック28番北澤選手、ボールを持ちまして右ポッタックル付近をつきました。ゲインは4ヤードの前進です。選手の中央プレー、タックルしたのはゴールデンファイターズ4番ディフェンスバック今井雄二選手、ゲインは3ヤード。大阪ガススカークスサードダウン、特にレシーバー3枚1枚のショット。パスインコンプリート、パスは不成功、失敗です。ダウンは進み、フォースダウン、ダウンは進み、フォースダウン、陣地を爆破するのでカウントで成績をする。コーナーボルカーズのダウンは24番。ゴールデンファイターズにビッグプレーが出ます。
ました。大阪ガススキャンプスホースタンの攻撃カウンター3番高森涼介選手カウントを蹴ろうとしましたがスナップが1つボールをジャック、そこにゴールデンファイターズ53番ディフェンスライン原田健吾選手が襲いかかりました。カウントをブロック、このパントを49番ラインバッカー田中亮選手が拾い上げ10ヤードほど返しています。攻撃点はホワイトユニフォームゴールデンファイターズ敵陣21ヤード付近よりファーストダウン点。新地選手中央プレー、しかしここは大阪ガススタンプディフェンス集まり早くノーゲーン。さあセカンドテインゴールデンファイターズセカンドポジションショットガードパイティングスは中央付近に入る投げるパスインコンプリート、パスが失敗です。ファイターズサードダウンファーストダウンまでは残り10ヤード、新たな攻撃権獲得までは残り10ヤード。インコンプリートパスは不成功です。ゴールを通過させれば3点の先制となります。ゴールデンファイターズキッカーは池田選手、このキッカーの35番池田選手はですね、実は福岡キングでして、ゴールデンファイターズ愛が強すぎて福岡から通っているそうです。なお趣味は月曜からあの人の YouTube を見ると、非常にありがたいお言葉をいただいています。さあ、このキックは…キック成功、ゴールデンファイターズ3点を先制。先ほどキックを決めましたゴールデンファイターズのキックオフで試合が再開します。キックを決めたゴールデンファイターズのキックオフより試合が再開となります。試合が再開。
板の球がボールを落としてしまったが、それを巻き返すように逆サイドに先ほど得点を挙げましたゴールデンファイターズのキックオフで試合再開。キッカー35番池田選手のキックオフボールを大阪ガススクラムズにリターナー9番篠崎選手15ヤードほどリターンしています。攻撃権はイエローのユニフォームの大阪ガススクラムズ自陣20ヤード付近よりファーストダウン10。ファイターズへのメッセージをチャットに書いていただければと思います。よろしくお願いいたします。切り替えまして大阪ガススタンスファーストダウン10、ランニングバックに持たせるようなミスがあって、クォーターバックがそのまま待ちましたが、大きなゲームとはなっております。大阪ガススタンスクォーターバック18番岡選手、ランフェイクから自らボールを持ち中央付近をつけましたが、ゴールデンファイターズラインバッカー49番田中亮選手がタックル、ノーゲイン、ゲインを与えません。大阪ガススタンスセカンドダウン、それを渡さずクォーターバック再び自らボールを持って、これは大きく大阪ガススタンス、クォーターバック10番サードダウン大黒優也選手、自らボールを持ち中央付近を駆け上がりました。ゲインは9ヤード。大阪ガススタンスサードダウン、ファーストダウンまでは残り1ヤード。選手 ASKB ということで強肩に注目というような紹介を伺っております。ここもクォーターバックがそのまま持ち込んでファースト、大阪が出産するファースト、大阪が18番岡選手がそのクォーターバック18番岡選手、ボールを持ちまして中央付近をつけました。ゲインは3ヤード、3ヤード前進しています。自宅でコスプレする攻撃点は引き続き大阪ガススカンクス自陣32ヤード付近よりファーストダウン点、自陣32ヤード付近よりファーストダウン点を大阪ガス3点を大阪ガスが、クォーターバックは10番大黒選手を戻っており、自らボールを持ち込みましたが、これはロスタックルとなっている。しかし大阪ガススタンス、クォーターバック10番大黒選手、ボールを持ちまして左サイドへ展開、しかし54番ゴールデンファイターズラインバッカー広瀬選手がタックルしています。第1クォーター終了いたしまして、第1クォーター終了です。クォータータイム。